おはようございます。エテポンゲです。最近ね、またガンダムオンラインの熱が上がってきております。ぐんぐん上がってきておりますので、ちょくちょくね、ガンダムオンラインの動画もアップしていきますので、そちらの方もよろしくお願いします。さあ、やっていきましょうかでね、何をやるかっていうと、まあ、前回とか前々回とか、まあ、パート区切ってね、アップしてると思うんですが、まあ、基本的にはね、なんか S ランク妖怪を捕まえようだとか、うん、結局出てきてないけどね、うん。なんでね、とりあえずクエストどんどん、このね、頼み事のクエストをどんどんこなしていこうじゃないかということで、どんどんやっていきますね、うん。で、やっていくうちにね、コンプリートできるんじゃないかなと思います。うん。だからうろちょろしつつね、クエスト受けてやっていきましょうか。で、お手伝い系はもう後回しでやりますね。うん。まあ、それこそね、持ってるやつとかは渡しちゃいますが、例えばね、セミとかね、うん、捕まえるの結構時間かかるんでね、このゴマダラカマキリとかカミキリとかね、うん。なんで、そっちはね、後回し。クエスト、やっていきましょう。はい。早速ね、回しましょうか。一日ね、回す回数決まってるからね。うん。これはもう、どんどん回せるときに回しましょうよ。うん。はい。けど、もうコイン結構少なくなってるからね。あ、もうこれでゼロになっちゃうわ。今日3回引いたら。また、宝箱とかで拾わなきゃな。なんかダウンロードコンテンツでなんかたまにもらえるよね。お？おこむしゃ。ダッシュなんて言ってないもん。怒った。僕もついていく。おこむしゃ。おこむしゃ。いいえ。まあまあ別に進化しそうだね。うん。激おこむしゃとかなりそうだね。激おことか。オッケーオッケー。アイテムより全然嬉しいけど。弱くてもね。よし。次は何が出る？お、お、これいいんじゃない？これ白じゃない？白はダメか。黒じゃなきゃダメなのか。ラスト。あ、けどゲームコインがあるから回せるわ、一応。ゲームコイン90ぐらいあったよね、確か。これは微妙なやつ。攻めの秘伝書。うん。なんか必殺とかが上がるやつ。必殺は必殺の書か。攻撃の性格になるやつです。はい。よし。じゃあ、クエスト行きましょう。勝負だ、ドンちゃん。ドンちゃんはね、スナック菓子が好きなんだったかな、確か。けどね、持ってないんだよな。使っちゃったんだよな、もう全部。まあ、まあね、駄菓子ということで、うん。まあ、かき氷程度を上げておこう。うん、いけるどん。よし、どんどん技使っていって。ねえ、まれに仲間になるみたいだからね。回数なのかな。え、あ、びっくりした。なんか急に怒り出したんかと思った今。怒ったどん。激おこだどん。ぶち殺すどん。仲間なんないか。どんちゃん騒ぎ楽しかったどん。君たちがもっと激しく、ほらね、前と会話変わんないもんな。また来るや。鉄壁のお守り、魚吉の巻へ。なんかいるな、ここ。なんかいるな、ここか。
いた。あったよ、なぞなぞ看板。うん、なんだろう。デレン、炎のたてがみを持つお肉が大好き、メラメラと熱いやつ。火炎人。違うな。メラメライオン、間違いない。うん、今お、なんか降りてきた。うん、エテの中に。うん、やっぱりわかるね。うん、なんか妖怪と通ずるもんを感じています。今すごく妖怪ウォッチに選ばれし者というすごい使命感に今苛まれています。はい。ググったわ、ググってもうたわ。まあけど持ってないからね、とりあえず出しとくけど。うん、とりあえずね。うん、でこっちからは出れないか。いっぱいあるなあ。これは妖怪だな。おい貴様、そこで何をしている。姿を現せ、悪しき者よ。皆無。これなんか見たことあるな。妖怪大戦争の時に見たな。大合戦か。はっ、拙者見つかってる。よかった、誰にも気づかれなくて寂しかった。拙者より拙者のような影の薄いやつをよくぞ見つけてくれたぞ。ご褒美あげたかったけど、こんなものしかないや。ネリアメ、それだけかよ。まあいいけど、多分ね、ああいうのも全部出さなきゃいけないトロフィー的なものもあると思いますよ。うん、絶対あるな。よし、ね、今からね、そよ風ヒルズのおしゃれ妖怪、これ、見かけるおしゃれ妖怪、シャレコ夫人のところに行きます。どこにいるんだろうな、そよ風ヒルズ。ちょっと探してみますね。上かな、上の方っぽいな、なんかそんな気がする。あ、クエストナビつけよう。はい、これで一発。あっしゃしゃ。見当違いも甚だしいわ。あ、こっちか。あ、アイテム。はい、ゴミ。あ、こっちトンネルだったんだ。知らんかったー、全然知らんかったー。あ、なんか綺麗、すごい綺麗、ここいいね。おー、なんか出てきた。こっち、こっち来たことあるっけ。なんかない気がする。なんかいるな、上だな。縦札っぽいな、また。なぞなぞか、あ、見つめ、邪眼の者よ、姿を現せ。さとりちゃんだね。うん、さとりちゃん、さとりちゃん。うひひ、私はさとりちゃんよ。私にはわかるわ、あなた私のことが見えているのね。そして何かご褒美を欲しがっている。うふふ、そうでしょ。さすが邪眼の者、すべてを見透かすか、その第三の目は。まあ、タケノコはね、そこそこ高いからね。うん、もらってて損はない。わっ、ゲーム屋じゃん。ちょっと新作のゲーム出てないか、ちょっと見ようぜ。やっ、クレーンゲームってエクセレントくんのグッズないの。やっぱエクセレントツリーに行かなきゃ手に入らないのかな。あー、エクセレントくんか。花びらみたいなね、雑魚キャラですね。これゲームはできないみたいだな。何プリクラ撮ってんだよ。カップルか、
邪魔してやろうぜ。あの、いいタイミングで入ってやろうぜ、いいタイミングで。3、2、1ぐらいな感じで。ひゃっ！って。で、落書きに、エテですって書いてやろうぜ。行こう。こっちか。あ、こっちってさ、お父さんの会社の方じゃなかったかな。なんかあるな、また。どんどんと、あ、これだな。絶対これだ。もう間違いないわ。間違いでした。あれ、ここら辺なんだけどな。これか？あ、いた。コマジロウじゃないか。妖怪を見つけた。コマジロウ。これは知ってるよ。あれ？コマさん。たまげたズラ、都会は人がいっぱいでにぎやかズラね。おら、コマさんズラよ。田舎から出て旅してるズラ。よろズラ。しばらくこの桜ニュータウンつう町を見て回ることにしたズラ。まずはこの町の神社にでもお参りしようと思っているズラよ。あ、そうズラ。お近づきの印にこれあげるズラ。おん。じゃあな、うん、じゃあの、うん、ダンゴムシとかマジいらねえよ。捨てろ、そんなのもすぐに捨てろ。ダンゴムシってもう意味がわかんないもんだって。もう意味がわからない。あれ、お使い横丁の方指してるな。なんでだ。シャレコ夫人の力、シャレコ夫人の力を借りなきゃいけないんだけど、なぜだ。とりあえずまあ行ってみるけどさ、行っては見るけど絶対違うよねこれ。多分元の位置戻そうとしてるよね、確実に。絶対そうだろう。あ、でね、このおにぎりさんにね、話しかけたら仲間になるって、あのコメントで、はい、ありがとうございました。しかし、どこから入るか全くわかりません。こっちかな？裏から侵入するパターンか？あ、あったー、ここだ。ここじゃねえ。いやー、おにぎりくん、参ったでござる。何か困りごと？これはいいところに拙者の悩み聞いてくださらぬか。いいよ。かたじけない。すっかりと法に暮れていたのだ。もっと申し遅れた拙者、おにぎり侍と申す。この世のあらゆる鬼を斬る、それが拙者の使命でござる。なんと頼もしい。おいしそう。頼もしい妖怪です。この町にも鬼が現れると聞きつけやってきたのでござるが。鬼時間のこと？よく存じておるな。しかし問題はそこではござらぬ。うん。ある日、この町の地下水道に巣く恐ろしい妖怪の噂を耳にして、それは鬼に違いないと早速地下水道へ向かったでござるが、そこには鬼より恐ろしいものが待ち受けていたでござる。ほう。そうなのでござる。拙者を毎度つけ狙うあの、そこでお主に頼みがある。その妖怪退治してくださらぬか。鬼より恐ろしいなんてどうしよう。あー、なるほどね。これを聞かなきゃいけないわけね。まあけどレベル11のあれだから多分もう余裕だと思う。ずっといるもんだってこの人。ここにずっとおったもん。うん。うん。まあ行ってくるわ。俺は下手だよ。よろしく。なるほど、エテ殿のいいなでござるな。私はウィスパー、パーフェクト執事妖怪です。パーフェクトボディ。ウィスが外国の方でござったか。それで、その妖怪って地下水道のどこにいるのかわかる？それを言わねば話は進まんでござる。この近くの商店街の細道から地下水道に入れるのはご存知か？そこから入ってしばらく進むと、その妖怪たちが救ってるでござる。うん。今さらっと立ちって言いました？うん、間違えた。
言いました？立ちて。そうでござるよ。あーた、鬼より恐ろしい妖怪が何匹もて。行ってみようよ。俺にだってたくさんの友達妖怪がいるわけだしね。エレ軍、なかなか肝が据わっていましたね。とはいえ、まずは様子を見るだけでもいいでござるよ。何か分かったらならば、また拙者に教えてほしいでござる。分かったよ。商店街の細道から入る地下水道。うん、了解した。開けていこう。商店街の細道から入る地下水道、ちょうど今矢印が出てるとこだよね。うん、古びたお守り、まあ行ってみようか。うん、多分どちらにしようね、どちらにしろ多分あの今ね、クエストナビつけてるところに戻ったところで何も始まらないのでね。シャレコ夫人の力借りてないからね、まだ。だってそよ風ヒルズにいるって言ってんのに、なんで元の場所に戻そうとするかね。困ったもんだ。これかな？これ、あ、これか。あ、開かない。え、ここじゃないの？細道って。これは？いらねえ。スーパーゴミアイテム。コインランドリー入れんの？これ。入れるんだ。やっべ。この空間やばいだろ。絶対いるよ、ここ。何かがいる。これ、ここになんかいる。デオキシスがいるよ、ここに。デオキシスが。また来んのかな、ここは。うん。とりあえず。あれ、商店街の細道から入る。おぉ。あ、なんかある。いるな。いたな。悪さはしちゃいかんぞ、君。誰だ、これは。ネクラマ天狗。おい。お前、俺に話しかけているのか？いや、そんなわけないか。妖怪は人間には見えないし、見えたとしても俺の相手なんて。本当に俺に話しかけているのか？うん、なんか謎にくれたけど、まあもらっとこうよ。うん。あ、またいるな。これか？いっぱいいるね。今まで気にしてなかったけど。お金ないだ。働け。もう働け、それは。町の平和をそこそこ守る正義の味方、お金ないだ剣山。お金に困っているそこの君、お金じゃないけどこれあげよう。鉄のこけし。あー、せめて銀とかにしようぜ。うん、ほら、やっぱシャレコ夫人じゃんねえ。そして地下に通ずるあれも見つかんなかったわけで、非常に八方塞がり状況です。まあまあ、あれだし、最初に言ってたね、そよ風ヒルズの方から先行きますね。ちょっと探してきます。